レースコースは予選競争第3レースが始まりました。作戦行動はスタート展示通り6号艇の森高が動きを見せます。内側1号艇の末永は定番主張で1番6番とへさきを返していきます。対戦メンバーは1号艇末永和也、2号艇平本雅之、3号艇大峰豊、4号艇山田哲也、5号艇長野宗志郎、6号艇森高和馬、以上の対戦です。シリーズの4日目、各選手が現在ボーダーポイント 6.00 あたりを目指す戦い。まずはインコース1号艇の末永和也、今日は2走あります。末永は今日連勝して 6.00 の計算。6号艇の森高和馬が2コース、森高はここが予選ラスト、こちらは1着で 6.00。 3コースは少し後ろに下がって2号艇の平本雅之、こちらは現在得点は 7.75 としています。後方には3艇が船を下げて、4コース角は3号艇の大峰豊、大峰も今日は連勝で 6.17 の計算。5コースは4号艇の山田哲也、そしてオースト6コースが5号艇長野宗志郎です。各選手のポジションが固まりました。風は変わらず、ホーム追い風、進入地から1番6番2番3番4番5番スタートしました。1、2コースが好スタートです。インコース1号艇の末永、2コースは6号艇の森高、1マークは陰線から1号艇末永逃げて、外逃げる2号艇平本、内を刺していったのが6号艇の森高、さらには3番4番この辺りは相次いで旋回して向こう上名中間地点に向かっていきますが、ここは6号艇の森高が一定心前に出ました。スタートは前艇正常、その後ろは2番4番3番と3艇並んで1周2マークです。トップ6号艇の森高の後方、2番手は内迫る3号艇の大峰を外からかわしていく4号艇の山田、内からは2号艇の平本も追っていきますが、直線コースではわずかに4番の山田が反転心、一定心前出ています。内側から3号艇の大峰も上がっていきまして、さらにはその後方からは2号艇平本もチャンスをかかっていきます。2周目の1マーク、先頭6号艇森高、2番手は差しに構えた4号艇の山田が進出、先に回った3号艇の大峰3番手で、ここで体勢は6番4番3番になりました。その後方定冠は2停止、じわりと2号艇の平本が定冠を詰めに行きます。レースは2周目にマーク、先頭6号艇の森高、2番手もう一度前を追っていく3号艇の大峰、4号艇の山田の懐に入っていきますが、ここは4号艇の山田もわずかにかわして2番手、3番手3号艇の大峰で立ち周回に移っていきます。4番手から接近していくのが2号艇の平本、さあここは3番手争いに持ち込めるかどうか。最終周回の1マーク、先頭6号艇森高、2番手4号艇の山田、3番手3号艇の大峰の外、握っていく2号艇の平本ですが、わずかに3番手は3番の大峰が優勢で残り半周を切っていきます。先頭6号艇の森高、昨日に続いてシリーズ2勝目が見えてきました。この1着で得点率は 6.00 ということになります。2番手4号艇の山田が追走、3番手は3号艇の大峰が守りきりまして、体勢は6番4番3番でゴールを迎えます。先頭6番森高ゴールイン、4番山田、3番大峰ゴールイン、2番平本、1番末永、ラストは5番の長野ゴールインです。